どうも、でこいです。どうも、今野村です。今日もアプリを紹介していきたいと思います。はい、今日紹介するのは GOL レジェンドというアプリですね。 GOL レジェンド、なんかちょっと結構変わった感じの、うん、まあでもなんか面白い感じなんで、ほう、まあ、早速やっていきましょう。はい、はい、はい、で、まあスタート、はい、で、これなんだろうな、まあ、ほうほうほう、ここは結構どうでもいいんですけど、まあ、ストーリーも一応あるけど、ね、まあ、特にそこまで、まあ、英語だけど、おっと、さらわれたって、まあ、これ助けに行くわけですよね。はいはいはい、まあシンプルね、ストーリー。ただ、ドラゴンがいます。おお、で、火吹いて、おお、死んだ。え、で、今タップって出てきたじゃないですか。はいはいはい、タップすると結構早くない？なるほどね、タップっていう指示が出るから、とにかくその時タップすればいいんだ。で、要は危険を回避する行動を取るんですよ、主人公が。あ、タップすると、あ、はいはい、行動は別にあれなんだ、もう自動なんだ。そう、歩くのは自動で、はいはい、この今だったら炎を縦に避ける、防ぐっていうことを動作をするわけですね。プレイヤーは単純にタップすればいいだけだ。はい、勝手に歩いてる。タップというかタッチか、この場合は。そうそう、ただ歩くのがちょっと遅いっていうのが、イライラすんな。お、で、届くと、なるほど、ドラゴン追い払うわけ。次、次の、次は剣をぶっ刺して、ああ、竜巻に耐える。で、まあ、これ多分ぶつかっても死なない、多分こう後ろに流されていくため。はい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 、そうか。で、これはおお、ぴょんぴょん飛ぶわけですよ。で、今ゲージがあると思うんですけど、なるほど、ね、はめるとポーンって、ああ、急になんか全然違うゲームになったら、あ、でもやることはこれだけです。本当にタップして、確かにっていう、なるほどね、そのタップするだけの行動だけど、うまく、そのプレイヤーをタップするだけなんだけど、ゲーム側でいろんな行動が割り振られてるというか、違うんだ、ステージ。だからやることはまずでも、このこいつが動く動き方は全然違うんで、はぁ、抜けられない。なるほどね。でもこれがどん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 いろんなパターンが続いていくんですよ。はいはい、はい、で、結構あのいやらしいのが、初見じゃ無理なパターンもあるんですよ。おっと、覚え、あ、そういうことみたいな、覚えなければいけない。だから2回目くらいからこう、あ、そう、これはあれだなっていうのを、ね、早いね。そんな感じで、で、まあ、要は全部 の、 そのステージというかをクリアするまでの時間を、ああ、時間なんだ、はい、上がってやったんですけど、まあ、結構本当にやることは画面を触るという、確かに場所も関係ないもんね、どこでもいいんだ、どこでもいいだけで、まあ、主人公がいろんな動きをしてくれる。で、結構このやられ方もいろいろ面白いと、確かにっていう感じなんで、へー、なんか本当に暇つぶしにもちょうどいい、うん、なんかいいね、気軽にできるゲームだね、本当にこれはっていう感じですね。おー、なるほど。はい、というわけで GOL レジェンド遊びましたが、なんか結構あれですよね、あんまないタイプの、そうだね、なんかありそうだけどない感じだった、そう、珍しいゲームだったんでしょ。これ今100円なんですけど、ほう、有料ね、はい、まあ、結構面白いんで、確かに、ぜひぜひ、やり応えはある、はい、はい、ではまた次回、次回。